19世紀ロシアの作家ガルシンに「信号」という忘れがたい短編がある鉄道の線路盤セミョンは番小屋に住み貧しいながら妻と平穏な日を送る一方同じ役目のワシーリーは平成末期の横暴な上役に不満を募らせるある日ワシーリーは 怒りのあまり受け持ちのレールを外してしまった伐採作業をした帰り道セミョンは犯行を目撃するそこへ満員の客を乗せた列車が近づいて行くセミョンはとっさにナイフを自分の左肘に突き刺して血染めのハンカチを振って危険を知らせた困難な社会状況の中でも 両親に従って行動するガルシンが描いたのはそんな人間像だろう名探偵を思い出したのは先頃中国発のニュースに触れたからだ江蘇省蘇州のバス停留所で男が日本人母子に切りつけた際バス案内係の中国人女性が身を挺して防いでくれた。 この女性、ウヘ平さんは犯行を止めようと男を抱きかかえた際に刺されて亡くなった子さんがいなければ被害が拡大した可能性が高い日本政府関係者がこう語るくらい勇気ある行動だった日中間にさまざまな難問が存在するからこそ無視の善意が心にしみる